勝ちました。快勝でしたね。すごい快勝です。うん、よかったよかった。明日はここは鷹の祭典、はい、ホークスのホームになりまして、はい、ライオンズは居残るんやね、ここね。珍しいですよね、ホークスさんは仙台から来はるの。そうなんですよ、もう今日負けて移動でしょ、うん、大変やね。ホームアドバンテージなんかどうなんかなって言ってますけど、本当逆になんかもうライオンズが待ち受けるみたいな感じなんですが、はい、明日のゲームは僕またここに来るんで、はい、で佐野さんも明日のゲームで、はい、今完全撤収で明日仕様に、はい、展開変更中ですね。大変やね、これね。大変ですね。そうなんですよね、はい、これ本当大変なの、このセッティングとかね、うん、撤収っていうのがね、うん、僕らはいらんけど技術さん大変やね、技術さんは本当ほんま大変。明日もだってよ、サンサンさん早いでしょきっと来るのも。はい、うん、何時ですか明日。今の予定だと7時か8時です。朝の、朝のナイターですよ、だって。はい、なんで終わったらまた、うん、オリックス用にもサンタ監視ね、火曜日からまた始まるから。そうですね、下手すると12時超えるかなと。朝の7時から、はい、夜の12時、まあ、日付変わるか変わらないかというぐらいまでいくかなと、なかなかですね。何が働き方改革やねんということやね。おっしゃる通りです、はい、頑張ってください。はい、頑張ります、はい、僕も明日また喋ります。はい、はい、頑張ります。もうライオンズファンの疫病神になりつつありますね。はい、ほんまに。まあまあそれはいいんですけど、オリックスが勝ってるからいいんですよ、うん、まあね、うん、まあまあ、今日はナイスゲームでした、うん、楽天も勝ったのね、強いですね、やっぱり楽天さんは。楽天もだからオリックスに3連敗した後またこう立て直すとこさすがですね、うん、いやだって今日なんか、今回なんかね、はい、ホークス相手ですからね。ホークス今打たないのよ、これ6月月間負け越しよ。あー珍しい、昨日の段階で負け越しなのかな、で今日もまた負けてましたから、うん、ちょっとショックですわ僕も。明日からもありますしね。はい、いやもうね、だから明日からやもんな、うん、また明日はレイと松本あたりやったかな。あーね、ピッチャーの投げ合いですね、これまた面白いですよね、うん、まあでも鷹の祭典なんで、はい、いつものすごい華やかなイベントがあるんですけど、うん、明日どうするんかな。お客さんも満員じゃないですからね。まあそうですよね、はい、で、オリックス勝ちました。はい、やった。今日はでも宮城投手が勝って、ハーナートップの8勝目、うん、はい、防御率も 1.93 ですごい、1位山本由伸も 1.90、おー 0.03 ですよね。すごいや、 0.03 か。だって由伸さんって7勝やから、最多勝と防御率の争いすごいですね。まあそうね、だからまあこの間山本君勝ってたらまあ8勝目やったんだけどね、うん、いやでもね、このだってね、投手部門1位2位やろ、うん、打撃部門も1位2位で、そうですよね、吉田選手と杉本選手ですよね。すごくない？すごい。いやでも夢のようなお話やね。ほんまですね、うん、楽しいですね。今日もね、いい試合でね、うん、欲しい時にタイムリー出ましたけど、うん、ちょっと序盤重苦しかったけどね、うん、ゲッツー2つあって、うん、はい、まあ、今日のゲーム前に僕はあまり演技が悪いと言わなかったんですね、はい、演技が悪いから言われへんっていう放送どうかなと思うんですが、うん、宮城この球場でのその防御率ってのは良くないの、意外に。あ、そうなんですか。 2.81 それで良くないっていうのはすごいね、まあ、予想がもっとすごいんで、うんうんうん、だから、そういう意味では、うん、やっぱり今日もちょっと苦しいピッチングであったので、うん、ランナー背負いながらというね、だからまあその中でまあ今日は、負けなくて味方が先に援護点をもらったって大きいですね、はい、というわけで、はい、今日はもう先発全員安打、うん、という中ですからね、うん、はい、じゃあもう開けようぜ。よし、はい、延長12回目、延長12回最終回、まあ、あと2つ残ってるんですけど、それ僕個人的に開けます。あ、わかりました。じゃあこのアナブースで開けるプロ野球チップス第1弾のラストになる可能性が高いわけですね。いや俺まだ探すぞ。ちょっと僕も探しますわ、うん、なんか朝霧のスーパーにもあるって書いてあったよ。朝霧のスーパー、朝霧たるみでしょ。あのね、朝霧は手前でしょ、はい、駅の北側のとこにありますわ、はい、スーパー。あ、いろんな情報をね、くださってすごめんなさい、ね、仕事の、本当申し訳ない、すぐ終わりますからね、みんな作業してはるんです、忙しいです、本当申し訳ないです、もう。で、そんなんで、いろんな情報があって、で、そんな情報くれる人に限って山本由伸出ました。ほんまみたいなね、ほんまですね、にわかに信じがたいね、うん、こんだけ勝ったら当たれへんのに。写真を見せてほしいですね、じゃあ。まあ、別にいいかな。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、カメラさん行きましょう。はい。さあ、
ラストにしたくないけどラストかもしれない第1弾ラストですよ。探すぞ、いきますね。どうぞ。じゃあ、じゃん。あ、キラヤ。キラ。かっこいい、涌井投手のキラヤ。ほら。で、鎌田くん、ほら。ちょっと待って。はい。また楽天やんか。まあね。まあ、キラとかっていう意味、そういうのいらんねん、もう。まあでもまあ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 、いや俺全然嬉しいないよ。嬉しいないですよ。でもこれ今目がねオリックスだったら当たりでしょ、はい、キラとオリックスだったらもちろん、ねはい、これは別にどうでもいいわ。まだ見てません、ね、はい、クラス2枚目、はい、じゃん、小木の高志でした。はい、はい、また関東や見てみ。いやまあまあでも僕は嬉しいですよ、持ってないキラやから。どんどんキラが揃ってきますけど、これ僕買ったやつやね。大前さん買ったやつですね。すごいな、うん、いやでもね、いや楽天毎日出てるやん、ね、出てますね。はあ、あれ何も嬉しないわ。そうかな、はい、かっこいいけどな。これかっこいいとか悪いじゃないねんな、うん、かっこ悪くても、うん、かっこよくてもあかんのよ、うん、何を探すためにこんな買ってると思う。楽天買うためにキラを出すためにこれ買ってんの違うんですよ。それだけ言うとくわ、目的違うんですよ。はい、はいはいはい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ1枚目。ほあ、藤川球児さん、藤川球児さん、キラすげえよ、お前さん。これはでも、これはちょっと、これは阪神沿線やから当然あってもしかるべきね。よかったです、よかったです、よかったね。もう1枚、すごい、ね、2枚目。山田哲人さん、ね、はい、はい、同じやつ、同じやつ来ましたね。まあまあ、でもでも藤川さんはまあね、いや、いや今日いいんちゃいます。いや、全然よくないそうですか。君って何を求めてんの。いや、まあそれ第1番はオリックスのキラですけど、いや、もちろんそうやろ、はい、ただ、うん、まあまあそのなんていうか、そのそうじゃない中でキラはありかなと。そうか、まあ全然思いない。これも外れや、ほら外れ外れ、はい、はいはいはい、外れ、はい、申し訳ないけどね、はい、僕らにとっての外れなんです。誰ですか。楽天さんです。誰ですかそれ。則本くんちゃうこれ。ああ、はい、高弘さんね。ということで今日も楽天何枚出ましたか。楽天今日2枚出ました、はい。大橋さんだからこれおととい8枚6枚6枚やから20枚当ててオリックス出なかったですね、うん、はい、はい、これを策略と言わず何と呼ぼうか。タイガースもギリギリギリ1枚やんか、うん、そうですね、まあ、ね、キラキラカードで球児さんですから、ね、はい、大当たりですけどね。ほんとほんとだから、ほんと当たりなんですけども、ただもうこうなったらもうどうしようもないな、うん、うん、というわけで僕この企画を続けるメンタルが持たないというか。でもまだ大前さん2個残ってますから。もうそれも絶対楽天やって。いや分からないですよ、絶対楽天やって。分かんないですって。負けおかんなら行きましょうか。もう急遽じゃあ帰って開けようと思ってたけど手を挙げても。急遽じゃあ行きますか。もう全部開けるよ、外れやん。この2枚楽天やったらめっちゃ、はい、開けて、はい、じゃあまんじゃ開け、いくでみんな、はい、はあ、こんな延長戦になるとね。延長の PK も PK ですね。なんかなんていうの、感動的じゃないじゃん、ないもん、エンターテイメント。まあでもね、はい、今2つキラカード出たんやな、はい、でも、はい、すごいな。はい、まず巨人。ああ、吉川直樹さん当たって持ってますね。ごめんなさい、デッドボール当ててしまいました。サッチーがすいません。でも東ですね。はい、で、あ、2枚目はビシエドちゃう、これ。あ、ダイアンビシエド、はい、でもこれ持ってますね。はいはい、じゃあいよいよラストです。はい、ラストです、はい、まず1枚目こちら。早い早い春樹西川選手です。2枚、あ、ごめんなさい、2枚目です。2枚目やね、はい、また北川ですね。はい、はい、じゃあお前さんラストです。ラスト、はい、はい、黒やで、これ。お、あ、マッチ。ああ、持ってないし。うん、まだ選手ない。まあ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 。てかで、オリックスほら、で、24枚引いて、オリックス引いて。普通24あったら2個ぐらい出てる。期待値はそうですね。はい、ということで、全く盛り上がらずにポテトチップスだけが残るという。しかもこれをね、撤収なんで持って帰らないといけないっていうね。持って帰らないと、ね、今日は。車に積んどくわ、もう。非常食にするわ。非常食に、はい、というわけで、はい、オリックスが素晴らしい勝利を収めたにもかかわらず、うん、なぜかテンションが上がらないというアナブースからお送りしてまいりました。明日は鷹の祭典です。これから、まだまだ撤収作業準備あるんですね、はいはい。佐野さん頑張ります。亀さんは。僕はもう帰ります。はぁ、あ、はぁ、あ、帰ります。また明後日ね、はい、
ちょっと引き続き明日もし時間あったらちょっと見るスーパーコンビニちょっと寄って見てくれる、僕もそうするわ。そうですね、はい、ちょっと出かける用事があるので、うん、頼みますね、はい、よろしくお願いします、はい。今夜も最後までご視聴ありがとうございました。いや、なんでやろな、これなんでほんまに。まあ、なんかエンターテインメントの終わりとしては良くないですね。はい、はい、最終回見てがっかりしましたっていうあのドラマみたいやな一番ダメなやつじゃないですか。うん、ってずっと見とってこれかい。そう、和久井と球児がキラですね、はい。まあ、持ってないと言ったら松田さん持ってないですね。あと毎日楽天出るよ。でも、まあ、そうですね、絶対楽天が出ない日はないよ、うん、だってあの仙台在住の方出えへん言ってましたもんね、うん。こういうなんかこのカードのトレード会でもあればいいけどね。まあね、はい、本来トレーディングカードなんで、こう、そういうこと、トレーディングするもんですからね。トレーディングするもんですが、結構東エリアたくさん揃ってますよはい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました、はい。もうなんか盛り上がりかけるわもうほんまもうなんか今日あのいつもお前が喋ったら負けるとかって言ってる、はいはいはい、方々に、はいはい、あの何か僕はメッセージを今日伝えようと思ったけど、はい、そんな気さえ失せたというね、ね、そんな終わり方でございます。お金払って嫌な気分になってしまいましたね。まあポテトチップスはあるから、まあまあまあそうですか。みんな非常食で残してください。まあね、はい、ありがとうございました。みよちゃんはライブに行きました。ああ、そうかそうか。じゃあね。はい。